今回ですね、出された論文っていうなんか中では、一番なんかリブレオフィスっぽくないんでですね、あまりこう、どうかなと思ったんですけど、翻訳揺らぎということについてお話したいと思います。安藤浦と言います。福岡から来てます。一応私なんですけども、多分ご存知の方結構いらっしゃると思うんですが、Neo4j っていうグラフデータベースを最近結構中心でやってまして、まあ、あとアジャイルとかですね、タイムマネジメントとか、一番下の資格が割と重要ですね。コーヒーの資格ですね。普通のコーヒーの資格です。はい。コーヒーもなんかいろんなところでボランティアをして頑張ってますけど、そういった人です。翻訳の揺らぎの方なんですけども、例えばコンピューターの日本語訳は皆さんどうしてますかということでですね、これは、まあ、今更電子計算機とか電算機とか訳する人はいないと思いますけども、例えばコンピューターだったりですね、コンピューターだったり、若干こう揺らいでる表記があると思います。でどれが正しいわけじゃなくてですね、時代とともに変わっているということです。マイクロソフトはですね、2008年に、一応伸ばすということに変更してますね。で何がまずかったかというと、1951年という昔ですね、私が生まれる前なんですけども、3文字までなら長音をつける、3文字以上は長音を省くという、変な字数の、その企画ができまして、これからいろいろみんな苦労するわけですね。で、まあ、最近では2011年の企画ではですね、どちらでもいいということになっています。はい、統一できないのでどちらでもいいですよというちゃんとした企画になっています。で今ですね、リブレオフィスの方なんですけども、翻訳 のトランザクションツールがあってですね、それでみんな翻訳をしているわけですね。で英語が出てきたときに、例えばバージョン何点何っていうのが出てきたときに、翻訳をすると、その英語のところを翻訳するとか、何かおかしいよといったところを翻訳したりしてるんですけども、例えば、ブラウズとかいう訳語に対してもですね、ブラウズだったり検索だったり若干揺れてるわけですね。でチェックっていうことに対してもですね、まあ、これチェックという書いてあったり、チェックするというふうに書いてあったりしています。でこれをちょっとですね、目に見える形に変換しようということで、ここから軽くに一旦移してですね、軽くから CSV に吐き出して Neo4j のグラフに入れてしまいました。これから Neo4j の宣伝ですね。はい、私で T シャツ今リブレフス着てますけども、この下はNeo4j の T シャツ持ってます。はい。まあ、グラフデータベースと RDB と全然違うデータベースで、ノードとリレーションシップとプロパティ、まあ、Neo4j の場合はラベルですね。この4つの要素でできているデータベースです。これ試験に出ます。はい。Neo4j、試験無料なんで、皆さん受けてください。で、まあ、どんな感じかというとですね、Neo4j はこの辺にありますね。一番オラクルで、これデータベースとランキングなんですけど、まあ、下の方で、ランキングとしては下の方ですけども、トレンドとしてはですね、今グラフデータベースがこんな感じで伸びていってます。で、一番下の赤いのがですね、RDB ですね。このずーっとした直線ですね。で、そういうトレンドになってます。まあそれでグラフデータベースも最近たくさん出てまして、その中でも今、まあ、Neo4j はずっと1位を保っているというところです。でそういうわけでちょっと翻訳を、取得しようということで、 LibreOffice のですね、中のマスター の UI っていうところからですね、PO ファイルから、これカルプに対してちょっと、翻訳を出力してみました。ですね、これこういうふうに英語と日本語とこんな感じで出力します。単語だったり文章だったり、あります。
なんか途中変なのが入ってますけど、法政大学、で勉強したい方とかいらっしゃったらデータベースっていう事業があってですね、グラフが合ってますので、これで勉強してくださいというところですね。グラフ今、いくつかあるんですけども、割り込みで失礼しますけど、ポケモンとかですね、つい最近グラフができたので、先日オラクルの中でですね、これをワークショップしたという、感じで、ポケモンですね、なかなか良くて、ポケモンのグラフをやるとですね、電気タイプ、これ赤いのがタイプですね。で、これは、ピチュー、ピカチュー、ダイチューとか言って、ちゃんと進化してるっていうのがグラフで見えます。で、これは毒タイプと草タイプの、皆さんポケモン世代ですかね。毒タイプと草タイプで、それぞれのタイプに属しているやつと中央にあるやつです。こんな感じのグラフになります。で、今グラフで私自然言語解析っていうのをいくつか興味あってやってまして、例えばこういうふうなデータ、これは市川海老蔵さんの英語のデータなんですけども、このテキストをダラダラと流し込むとですね、この全体の文章はですね4つのセンテンスに分かれてます。で、それでそれぞれのセンテンスには、こんな単語がこういう順番で並んでますというのがあって、その単語の中でもですね、例えば一番青いやつですね、青いやつは、歌舞伎座っていうのは、ロケーション、場所のことを示してますという形でちゃんと出てくるように、これは単純に言葉を携帯書解析しただけじゃなくてですね、知識ベースっていうのがあるので、それから引っ張ってきてジョインしています。まあ、こういうふうなのができるんですけども、で、まあ、今回の文をですね、カルクから CSV に、とりあえず変換してですね、これはLibreOfficeの中のテキストですね、メニューとかで使ってたりとかすると思いますけども、それを、CSV に変換して、書いてますけど、これ CSV UTF が UTF-8 が楽に扱えるので Excel をおすすめしてます。はい、で CSV 吐き出したデータをですね、Neo4j に入れてテキストにしました。で、何があるかというと、こう英語と日本語の 対応ですね、今1対1の対応がこんなふうにやってます。で、まあ1対1の対応があるんですけども、その中で単語か文章かっていうのがありますので、分けてしまってですね、これはどっちだったかな、これは緑の方が単語ですね。緑ってちっちゃいですね。緑が単語です。で、他が文章になってます。で、じゃあ単語を使っている文章を探すということで、ちょっとやってみました。そうするとですね、こんな感じのグラフが出てきます。で、真ん中のこうぐるっと回ってるやつなんかなと思ってですね、見てみると。これはですね、コントロールでしたっけ、ちょっと待ってください、ドキュメントですね。ドキュメントっていう単語が、英単語があるんですけども、それをどのように日本語で使っているかというグラフになります。まあ、スキーマはこんな感じですね。まあ、スキーマはどうでもいい話です。で、ドキュメントという単語を見るとですね、どういうふうに使っているかというと3つありました。文章っていう訳されている方とですね、ドキュメントっていうふうに訳されている方と、あとは使ってない、英単語ではドキュメントってあるんですけども、実際日本語訳ではドキュメントの動詞も何も載ってないというのがありました。まあ、こんな感じ、文章のコピーを作ったとき、文章のコピーですね、こんな感じで作ったときとか、ドキュメントはですね、ニュードキュメントが新しいドキュメント、マイドキュメンツがマイドキュメントということで翻訳されています。で、これ揺らぎをちょっと考えたんですけども、じゃあ文章に統一するとどうなるかということなんですが、まあ、ドキュメントを文章にするのはちょっと微妙ですね。マイドキュメントというのをマイ文書に
できませんよね、なんかちょっと微妙だなと思いますね。でじゃあ全てをドキュメントに統一するとどうなるかというと、これはなんかいけそうな感じで出てきます。皆さん結構どっちですか、文章とかが割とこうよく使うって方とか、 ありがとうございます。じゃあドキュメントっていうのを使う、結構多いですね。じゃあ次回からもしかしたらドキュメントになるかもですね。こんな風な感じでですね、揺らぎを見ることができます。これはどっちに統一するのがいいかっていうのではなくてですね、ケースバイケースだと思います。揺らぎがグラフとして見えるので、その中でその見つけやすいという話です。でこんな感じで、ですね、これは何を知るかというと、英語の単語があって、日本語の文章に翻訳されてるんですけども、その内容を見たりとかしたらこんなふうな形で見えますというところですね。で次は日本語の単語も抽出して、今まで英語の単語しか抽出してなかったんですけども、日本語の単語も抽出して、日本語の文章とちょっと結びつけました。でそうすると面白そうなグラフが出てきます。こんな感じのグラフですね。これは日本語と英語の関係、お互い単語の関係と文章の関係ですね。でこの辺がぐるっと回っているのがですね、単語もちゃんと、そうなんていうんですかね、日本語と英語が1対1の、単語になってまして、文章もそれぞれ関連してるよっていうのが言います。これ4つに四角にループしているところですね。でこんな感じですね。単語の整合性があるものということで、一応これはテキストで出してきました。こんなサイファーって呼ばれる問い合わせ言語なんですけども、こういうので今どういうふうな、そうですね、英単語とその日本語の関連になっているかというのがこの一覧で出てきます。じゃあデモができそうですかね。ちょっと画面を見ていただければと思います。はい、これがドキュメントっていう英単語を表示しているところですね。ドキュメントというのはどうなっているかというと、日本語のこうドキュメントっていうのにも、対応してますし、ドキュメントを使っている文章が周りに水色で表示されています。で、この日本語の、ドキュメントって単語はどういうふうに使われているかというと、これ開くとですね、こんな感じですね。なんか微妙に違うのが分かると思いますけども、ですね、これを単語と単語は一対一で対応しています。で単語が使っている文章っていうのが若干違うと、言い取り合いで違うということになっています。でこのくっついているやつはですね、お互い同じ文章を使っているというところですね。だからこれを見るとですね、なんかこっちが多いぞということになって、こっちとこっちをちょっと比較してみようということが やってみることができると思います。ウェブの画面でこう翻訳だけしていくとですね、こう関連がなかなかわからないですよね。過去にどういうふうに翻訳したかっていうのは出てくるんですけども、こういうふうな関連が見えないということで、グラフにするとですね、大体一目瞭然なので、遠くから見ても分かりますので、非常に、これを見て、またこう良い日本語にフィードバックできるかなというふうに思います。
またなんかあと10分あるということで予定がなんかだいぶ早く終わってしまいそうなんですけども、今後の予定はですね、今ちょっと私がその翻訳ファイルのダウンロードの権限がないので全てが取れないんですけども、これの別に何百万件とか何千万件あっても全然大丈夫ですので、ちょっとそういうのをやってみようかなというふうに思っています。以前あのウィキペディアを、の関連をやったことあるんですけども、6000万件だったですね。意外と大変だったです。ウィキペディアの内容っていうのはですね、MySQL のファイルで置いてあります。だからあの一旦持ってきて MySQL に上げる、これが大変ですね。これがものすごい時間かかりますね。で、CSV に吐き出しちゃうと、またグラフにするのはすぐできます。だからそれでやったのは、ですね、例えばゴジラと他の怪獣のそんな関係とかですね。で、ゴジラがそうですね、特撮とかですね、怪獣とかいうのが出てきましたね。あの皆さんお分かりだと思いますけれども、怪獣っていうのはあの英語でも怪獣というふうに言います。特撮もなんか言うみたいですね。特撮ということですね。で、別にモンスターじゃないですね、怪獣ですね、はい。次やるのはですね、あとはですね、今回はあの非常にシンプルで単語だけだったんですけれども、熟語であるとか慣用句であるとかですね、文章が似てる文章ということも抽出しようかなというふうに思っています。それとあとはですね、翻訳っていうのはこう時とともにどんどん変わっていきます。だからあの例えば、そうですね、一部分を見るとですね、そこの変更が多い箇所とかですね、いうのが見えると思います。それかもしくは変更されてない、ずいぶん昔から同じままですよと。それでもいい時もありますし悪い時もあります。そういうのをあの見れるようにしたいと思っています。今回は、最後にあれですけども、今回はあの日本語だけだったんですけども、多言語、中国語と韓国語ですね。例えばこれを同じグラフに出すとですね、日本語の翻訳の揺らぎと、韓国語の翻訳の揺らぎですね、どういうふうなあの形で違うのかとか、そういうのが見えるというふうに、思います。ちょっとこれをやってみたいなということで、半分ネオホジェの宣伝なんですけども、あのそんな感じであのやってみれたかなと思ってます。すいません、はい、あの関連が強いものと弱いものとかいう、はい、その分類じゃないですけど、はい、表示とかいうのはあのあ、いきなりすいません、やると言います。あの関連が深いものと、まあ、関連っていうかな、あのまあ、意味である意味意味データベースだと思うんですけど、はい、その、まあ、例えばドキュメントっていうものがあって、はい、そのドキュメントに対するそのワードが、文書だったり、まあ、ドキュメントだったり、まあ、そういう形だと思うんですけど、その、今書かれている翻訳の中で、ドキュメントっていうものがそのドキュメントと書かれているものがまあ一番多いとか、はい、文書が書かれているものがまあ多いとかって、そういうその、多い少ないとかっていうのも出せるといいかなと一瞬ちょっと思ったんですけど、ね、はい、一応のグラフにすれば多い少ないっていうのも出ますし、例えば、ドキュメントを文章と訳してるのかもっと違うふうに訳してるのかっていうのとかですね、例えば、直接は結びついてないけどもこの言葉とこの言葉っていうのは非常に近い言葉ですよっていうのはあの、求めることはできます。その質問の趣旨が、私もあのいろいろ翻訳をするあの方なんですけど、はい、あのやっぱりそうすると困ることってたくさんあるんですよね。でこの時にそのまあ何か翻訳をして、で、それをこうどういう形で自分が翻訳したのかっていうのは、まあ、なんか履歴なりその蓄積した情報で見られると。なぜかこうレアケースでこの時にこういうワードを使ってしまったりとかって、そういうのがこう見つけられるとあのいいかなと、そういうふうにちょっと思いました。はい、翻訳メモリーみたいな感じですね。そうですね、まあ、今はちょっと全然、実装はしてないんですけども、グラフはあの意味論が分かるようにできます。だからあの A は B であるとかですね、そういう形でできますので、その言ってる意味をですね、捉えてそのどういうふうな訳が適切であるかと
というふうなのを出すことも大丈夫だと思います。